フィリピン、セブ市の商業地区内のカルボンマーケットで、ジプニーが客を降ろすために待っている、ヨースカルボンマーケットとは、フィリピンの中部ビサヤ地方に位置するセブ市最大の、最も歴史あるファマーズマーケットであり、セブにおける主要な観光地である。ここは、車椅子でも訪れることができる。カルボンマーケットは、セブの商業地区である MC ブリオネーズソいのエルミタのバラン街に位置しており、 この地域で最も多くのバスやジプニーが通っている。販売されている商品には服やボホール等のカラマンシーのバスケット、魚、鳥、トライプなどがある。トライプは手で作られており、お土産品として売られている。カルボンマーケット周辺の商業地区は犯罪地域として有名であるが、警察や売り手、周辺住民によって取り締まられている。カルボンマーケットは、 セブ鉄道から駅に降ろされた石炭にちなんで名付けられた。別の説によれば19世紀に石炭の燃え殻がこの場所に投記されたことにちなんで名付けられた。2009年にカルボンマーケットは100周年を迎えた。2000年にいくつかの売り手が商品を売るための組合を創設し、さらに2つの組合がカルボンマーケットの別のグループによって作られた。2002年に カルボンマーケットベンダー開発共同組合はこれら3つの組合が合併してできた。2007年にカルボンマーケットの改築は政治的な論争をもたらし主要な売り手の一つがエルミタのバラン街から市議会に立候補し政治的論争に勝利した。2009年9月にセブ市の政府は大きな商品の売り手を新しい市場であるバグサカンマーケットに移した。 ありがとうございます。